これは難しそうだぞ。これ難しいぞ。挙式紫。皆さんこんにちは、市岡元気です。さあ今回はですね、こんなところで撮影しているんですけど、今日はね、呪術廻戦の実験をしていこうかなと思います。呪術廻戦ね、めちゃくちゃ盛り上がってますよね。僕もね、映画見に行きました。乙骨神事めちゃくちゃかっこよかったですね。強かった。乙骨神事じゃない、乙骨雄太ですね。あれ合ってる合ってる、ね、アニメ2期もね、2023年放送開始ということで、今回は呪術廻戦の第1期で盛り上がった場面、それを再現していこうかと思います。タイトルにあります、最強の呪術師五条悟の挙式紫っていうね、めちゃくちゃかっこいいアニメで再現されていた技がありますよね。ご存じない方のために説明しておきますと、五条悟はですね、無加減呪術っていうのを使うんですけど、芥見ゲゲ先生がね、コミックスの間のところでいろいろ術式の説明をしてくださってるんですが、このように話してますね。無加減呪術はアキレスと亀に出て収束する無限急須を現実にするものですということで、ちょっと数学的なところですかね。僕もちょっと理解するのが難しいんですけど、アニメではですね、術式順天のね、青っていうね玉と、術式反転のね、赤っていうね丸い玉みたいなもの、それを合わせるとね、こう紫色になって挙式紫っていうのが発生するらしいんですよ。で、術式順天青っていうのはいろんなものをね収束する技らしいんですよ。だからつまりね、ブラックホールみたいなもんですね。そして逆にね、術式反転赤っていうのは発散する技ですね。まあ宇宙の最初のねビッグバンみたいな感じですかね。つまりブラックホールとビッグバン合わせたらすげえことになるだろうみたいな話なんですかね。まあこれをね再現していこうかなと今日は思ってるんですが、ブラックホール再現する、やろうと思えばできるかもしれない。でもね、山手線のね大きさくらいのね加速器とか用意して、粒子と粒子を衝突させてブラックホール作るとかね、さすがに元気ラボでもねまだできないですからね。いつかはやろうと思いますが、ブラックホール作るっていうのはね、今はちょっと違う方法でやろうかなと思います。今回は挙式紫のね見た目をね再現したいなと思ってます。それを再現するために使うのはこちらです。はい、皆さんご存知の空気砲っていうものですね。昔はね、なんか小学校とか中学校のテストとかでもね出たみたいなんですけど、これはこうやって煙を入れます。そしてこれ段ボール穴開けただけなんですけど、打つと輪っかが出るわけですよ。ほら、飛んでくわけですよ。これがね、赤と青の色の空気砲の弾が合わさって紫になったらすごいと思いません？この空気砲の弾に色をつけたいと思ったこと何度もあるんですけど、一度も成功してないんですよ。まあ、なんでかっていうとですね、まあ、全てのものはね、小さい粒子軽くするとですね白くなっちゃうんですね。なのでなかなかね、色のついた煙っていうのを用意するのが難しかったらしいんですけど、今回はなんと石川さん、急遽呼んじゃいましたけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。石川さんはですね、いつもお世話になっている三強クラウドっていうね、特攻さんですね、特殊効果を専門にしている会社の石川さんに相談したところ、はい、色がつく煙ができるよということで。できますか？できます。すごいですよ。もう十何年20年間くらいやってきて、色がついた空気砲を再現することができなかったんですが、もしかしたら三強クラウドさんの力をお借りすればできるかもしれないということで、はい、今日はチャレンジしてみたいと思います。ちなみに色をつけるのはどうやってやるんですか？色のカラースモークっていう、はい、色の煙が出る、カラースモークっていう色の煙が出るものがあって、あ、はいはいはい、そこ入れておけばちゃんと飛んできますかね？飛んでいくと思います。飛んできますか、はい、じゃあまずはですね、空気砲を2つの弾がね1つになるかどうかね、実験で確かめてみなくちゃいけないですから、もしかしたらなるかなと思いつつ難しいかもしれないんで、もしかしたらなるかなと思いつつ難しいかもしれないんで、元気ラボのねメンバーの大輝とマイキ、山口大輝と山口マイキに手伝っていただいてね、これね2人一緒になれるでしょ。余裕です。フュージョンできるでしょ、2人で。余裕です。できる。混ざればすごい新しいものが生まれるかもしれないんで、はい、まずじゃあ空気砲の弾と弾を合体させてみましょう。はい、やってみよう。3、2、1、発射発射。おい、分かれちゃったな。発射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 。タイミングが3、2、1じゃなくて
本番に近い方がもっと合うかもしれないので合います。挙式紫ということでこれでいこうかなと。呪術で合うかもしれないですからね、2人のタイミングが、はい、じゃあ、はい、いきましょう。呪術式順天青、呪術式反転赤、挙式紫、全然合わないちょっと中にね照明を入れたんでね、これで気合が入ったでしょうか。はい、入りました。これでちょっと本気ちょっと出していこう。挙式紫、あ、よくなってきた。挙式紫、お、来た来た来た。挙式紫、お、お、近づいていっていい感じだけどな。どうだったんだろう。そうっすけど、合体、ね、合体してた。来ましたよ。ではいよいよ本番。本番はですね、カラースモーク、そう何本もあるわけじゃないですので、3回しかチャレンジできないみたいなので、失敗したらもうしょうがないね。また来年の呪術廻戦第2期の時にチャレンジするということで、成功させましょう。じゃあ、お願いします。おお、すげえ、火薬、火薬。おお、え、お、色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 。青だ。じゃあ行きましょうか。成功させましょう一発で。はい。3、2、1。弾かれた。もう一回行こう。はい。うまくいかなかった。はい。一回目ね失敗しましたが、残りチャンスは2回ですね。おい、じゃあ締めて。ありがとうございます。挙式紫。おお。おお、どうなった？弾かれた。残念、2回目失敗。さあラストとなりました。ちょっとラスト頑張ろう。この術式が使えるのも最後です。はい、はい、時間もねもう2時間くらい押してますので。もうやばいですね。ちょっとやばい。今度こそ成功させよう。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。じゃあちょっと乱暴しようか。術式順天青、呪術式反転赤、挙式紫、おおき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 おおおおきおおきおおきおすげー、来ましたよ。すげー。いやー、赤とね青の煙が混ざって紫の輪ができましたね。大成功です。僕としてはねもっときっちりねパッと合わさるのをねいつかは取りたいと思うんですけどね、またいつかチャレンジしたいなと思います。三共クラウドの石川さんですね、はい、今日は本当にありがとうございました。あの三共クラウドのね YouTube チャンネル下の概要欄に貼っておきますので、そちらでもねなんか特効を使った面白い演出だったり、はい、載ってますのでね、ぜひチェックしていただければと思います。はい、これからもねアニメの技いっぱいね再現していきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価お願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でもねこういう途中経過載せてますのでね、ぜひそちらの方の登録もお願いします。